おとつです、赤です、今回は白猫テニスの方のイベントで、テニスラブからの挑戦状が来たということでチームダブルスの方でちょっとねダブルスをしていきたいと思います。ちょっとリリースから若干日にちが経っちゃってるんですけど、うちのチームメンバーでやってて最近そこそこ勝てるようになってきたんだね。ちょっとうちのチームの強さをそんな強くないんですけど見せていけたらなと思って、今回はうちのメンバーで仲がいいというかいつも一緒にダブルスをやってるガケさんが、来てくれてるので、ガケさんおる？おつおつです。はい、はい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 、はい、よろしくお願いしますで、僕がリリカを使ってガケさんがフランかな、フランを出していこうと思います。あ、ほい、了解です、了解です。じゃあ早速ね、はい、じゃあ行ってみたいと思いますね。はい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 、まあまあチームだと僕は誓いを連発するマスターということでみんなに煽られてばっかりなんですけどね。楽しい時間をお届けで、まあ、でも今回のイベントに関してはその時間を見ながら次回でフラッと上がったやつが相手のコートでいい感じにいくと爆発するんでね、誓いが輝く時が来ましたよ、はい、皆さんそうですね、ミスってもまだチャンスがあるっていうのが今回のイベントですかね。そうですね、さて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 、ちょっとまあね、そのガケさんは本当にこういうのがうまいんで、もうこうも教えてもらいながらね。いや、あんまりもったいないちょっとこれなんかね、ブックサーブからか、じゃあ行きます。じゃあ前衛ぼちぼち行きながらやっていこうかな。はいはいはい、お願いします。はいはいはい、まあ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 、これはなんか点取ってもあれだよね。でも本当にいかに爆発させられるか。6、6、4、4、これぶつけられたら終わる。でもこれはあ、まあ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 序盤だからね、全然本気出してないからね、まだね。はい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 、あいやいや追いかけちゃった。僕ねテニスすっごく下手くそなんですでもグルのメンバーチームのメンバーがみんな上手だからね、なんとかこそ、こっから4、4、4、はいはいはい、いいねいいねいいね。もういかに相手のコートで爆発させられるか上手い人はね、それ、まあ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 見ててよ、岸くん。俺は普通に、あ、取れない。どまい。これでも本当に3、4とか、からでも全然挽回できちゃうからね、マジで。行くぜ、おっしゃー。9、9、9、8、8。これでも踏ませても大丈夫。これ踏ませて、お、いいね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 。でもこの、そう、この近い。そう、これで、あの近いはね、なかなか、まあ出そうと思って出す人も結構いるだろうけど、まあ、でまあこういう感じでちょっとずつ点も取りつつちょっとね、はいはい、どうぞ。はい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 、でも本当に15秒ぐらいからかな、気にするのはねえ、これ入った、よし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 、まあこんな感じで10秒、15秒前後ぐらいから気にしつつ点を取っていく感じかけさんそうですね、大体でも10秒ぐらいから意識しだせばっていうのが一番いいのかな。15秒だとちょっと長い。もう一回行ってみようか、そしたら。あ、わかりました。ちょっとなんかサクッと思っちゃ終わっちゃったからね。でもちょっともう一戦だけ行ってきます。10秒。その
できるんで、そう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 、だからとりあえず拾っていけばなんとかなるかなっていう。あとはあのロブのタイミングとかね。そうだね、あれ重要だよね。あ、ロブ上げとけば2点入ってたのにみたいなのもあるからね。だからその時間見ながらっていうのが逆に難しいかもしれないですね。あんま意識しすぎないで、はい、その普通の戦い方は最初はしつつとかの方が点は取れるのかもしれないよね。そうですね、そうそうそう、前衛とかあんま意識しすぎちゃって出ちゃう。あ、おっとおっとおっと、よいしょ。え、まあこういうこともあるよ。まあほんとテニス下手くそなんですよ僕。そう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 、ちょっと待って、もうほんとそろそろ行きますよ赤さんは。はい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 、3、2、ここのロブ、それそう、このロブ、うん、点が取れるロブ。待って、僕も前衛でちょっと1点ぐらいはねちょっと取っていこうかなと。はいはいはい、まあ、津田してるとこういう、これ入った、よし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 、そう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 、やっぱ前衛後衛に分かれた方がいいのこれ。そうでもない、そうですね、前衛後衛に分かれた方が確実にっていうか点取りやすくはなりますね。あとはその時間ギリギリになったら前出てそのバウンド前に打つ、そのマイナス5秒踏まれる前に打つみたいな。ね、あと僕がフラン使ってる理由で、僕はあんまりうまくできないんですけど、フランの あの SS 強いよね、あのちょうど消えるぐらいで爆発させるタイミングっていうの。そうなんですよ、5秒のところにうまく落とすように打てると、まあ今回はあれだけどね、あそこがちょうど5秒とかだと爆発するんよね。5秒のところにうまく踏ませられると相手に変わらせずに2点取れるっていう。まあでもこれはいったんじゃない。はい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 、まあ、こんな感じで、うん、10秒切ってぐらいからね気にした方がいいんじゃねえかなっていう感じですかね。そうですね、はい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 、まあ今日はちょうど崖さんが空いていたのでチームダブルスで一緒に協力して、まあ、でも今後ね、はい、参加させていただきました。今後まあこんな感じで一緒に出る機会もあると思うので、はい、はい、もし取るという時は覚えてくださいよ。まあそんな感じで動画撮っていきますんでよろしくお願いします。ご視聴どうもありがとうございました。ありがとうございました。赤でした。